公明党の山口那津男代表は2月23日午後、菅直人首相と党首討論を行い、普天間飛行場移設問題の迷走などの失態を繰り返す民主党政権の外交・安全保障政策について批判しました。この予算や大事な議案を成立させるのは政府の責任、総理の責任なんですね。ですから行き詰まりのその責任を何か野党に負わせるような、そしてまた社会保障やその他の協議についても、私たちは議案、もう自分の考え方を提案してますよ。民主党こそ案を出してないんでしょう。こういう総理の議論の姿勢を伺っていると、まあ、偶話に出てくる北風をピュー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 吹かせて、そういうありさまに見えますよ。相手は身を固くするばかりでしょう。それが一国の総理として大事な議案を国会の論議を通じて成立させていく姿勢とは到底思えない。さて、鳩山前総理は沖縄の普天間基地移設問題で先日、辺野古移設しか残らなくなったときに理屈付けをしなければならず抑止力という言葉を使った、方便と言われれば方便だと、このように発言をされました。そこで菅総理、あなたは2003年の11月の時点でも記者会見で、アメリカの海兵隊は沖縄にいなくても極東の安全は維持できると、こう言ってるんです。鳩山政権の副総理だった、そして今与党の代表だ、そういう意味で前総理に方便だなどと言わしめておくようなことでいいのかどうか、この点の責任をどう考えますか。またこの後、山口代表は外交安全保障問題について次のように質問しました。この日米関係が未だに不安定さを帯びているということは誰しも感じているところですよ。そしてあなたの政権になってから尖閣事件で中国との関係も複雑になってしまいました。そして北方四島にはメドベージェク大統領が来ることを事前に予測してなかったでしょう。実際に来られてしまったらそのことを暴挙だ、こうやって批判したことがかえって日露関係を悪化させてるでしょう。そうやって次から次へと外交安全保障の環境を悪化させてしまったんですね。安全保障の政策の基本理念である防衛大綱、しかしこれを議論してきた前提の議論というのは、あなた方民主党の政権の下で環境がガラッと変わってしまったんですよ。だったらこの防衛大綱の見直しも含めて基本的に議論することが必要なんじゃないんですか。民主党政権がこの外交や安全保障の姿勢についてしっかりとした改造を持っていない、だから日本が漂流している、国益を損なっている、もうこういう見方は国民の皆さんがすでにコンセンサスを持っていると言わざるを得ません。この党首討論後の会見で山口代表は菅首相の姿勢に対し次のような見解を述べました。まず菅さんの話がね、無駄が多い、もう冗長で、しかも質問に対して的確に答えていない。わずか10分しかないんですから、もっと的確にやり取りをしなければ実りある政策論議にはなりません。その点で、菅さんのその理解力もまた対応力も極めて乏しいと厳しく私は申し上げたいと思います。次にアメリカ海兵隊は沖縄に不要と発言していた菅首相への追及については、その菅さんの考え方がなぜ変わったのか、また鳩山政権下での決断にどう関わったのか、明確な答弁ありませんでしたね。予算委員会でもっと厳しく本点を追及すべきだと思いますね。最後に予算成立の責任を野党のせいにするような菅首相の態度については、その野党のせいにするような議論の仕方、人間の器量として、総理の器としていかがなのかということを申し上げました。もっと中身を理を尽くして説得をする、そういう姿勢に欠けていると思いました。公明党は2月23日、山口那津男代表を本部長とするニュージーランド南東地震救援対策本部を設置、衆院第一議員会館で初会合を開き、外務省から被害状況や政府の対応などについて報告を受けるとともに、
日本人留学生や在留邦人などの安否確認や救助、被災者の家族へのケアに全力を尽くすよう求めました。また同対策本部の漆原義雄本部長代理は同じ日、首相官邸で枝野幸男官房長官と会い、今回の地震で語学研修中の富山市立富山外国語専門学校の学生の安否が未確認であることから、早急な情報収集と救出に万全を期すよう申し入れしました。公明党の山口那津男代表は2月22日衆院第一議員会館で全国市長会の森民夫会長と全国町村会の藤原忠彦会長から来年度の子ども手当法案などに関する要望を受けました。森会長らは来年度の予算関連法案の成立が不透明な状況であることを踏まえ、もし子ども手当法案不成立の場合、児童手当が復活して支給対象が変わり自治体の事務負担が増大すると説明。そうなれば国民は混乱し、市町村の事務に支障をきたす、手立てを与野党で話し合ってほしいと強調しました。これに対し山口代表は想定される事態に関して今後とも市町村の意見を伺いながら対応を進めていきたいと強調。また地方交付税法については基本的には賛成する方向で検討したいと述べました。衆院予算委員会は2月22日、2011年度予算案について有識者に意見を聞く公聴会を行い、公明党から坂口力副代表と遠山清彦氏が質問に立ちました。冒頭の意見陳述で堀克弘上智大学名誉教授は、菅政権が目指す社会保障と税の一体改革に関し、各年金の一元化は本来望ましいが実現のハードルは高いとの見方を示しました。また質疑では坂口遠山の両氏が年金問題のほか日中の信頼関係構築などについて有識者の意見を聞きました。衆院予算委員会は2月21日政治と金に関する集中審議を行い、公明党から大口義則氏が質問に立ちました。まず大口氏は国会議員の経費削減について、税と社会保障の一体改革に関する議論が出ている中でまず国会議員から身を切ることが大事だと強調し、昨年の臨時国会で公明党提案の歳費 10% 削減案に民主党は反対し、人事院勧告に準じたわずかな削減にとどめたと批判。公明党は公務員給与削減幅を超える国会議員歳費 10% 削減の修正案を提出させていただきました。ところが民主党は修正案に反対し、原案通り 1.5% 削減にとどまりました。菅総理は昨年9月の民主党代表選挙の公約において、国家公務員人件費の2割削減に向け、人事院勧告を超えた削減を目指す、こうおっしゃっていましたが、結局できなかったわけです。民主党が賛成すればこれ通ったんですよ。ね、それを反対したということをね、正直に認めてくださいよ。あまりにも不誠実すぎる。また、政治と金の再発防止策として大口氏は、秘書がやったとの言い逃れを許さないため、公明党が提出した政治家の秘書などに対する監督責任を強化する政治資金規正法改正案の必要性を力説、同法案の早期成立を強く訴えました。やはりこの民主党の案、早く出してください。